髪の乱れに手をやれば赤い毛出しが風に舞う肉や小石や投げて届かぬ思いの糸が胸に絡んで涙を絞る待ちに待ちました肝心コーナーでございますね。ありがとうございますね。見てる方もですね、今か今かと待っていただいてる、首を長くして待ってられたと思いますけども、ね、はい、だけどこの神田茂雄と陣のぼるでね、はい、皆様方に少しでも、なんとかいう夢を与えたいということ で、 そうです、知っていただいてね。そうでございます、はい、そして、今日はですね、特にこの陣のぼるさんのですね、あなたの作詞作曲で、夢を持てというこれを歌っていただく、はい、また印税が入りますね。また印税じゃなくて、そうじゃなくて、皆様方にですね、夢を我々と同じ年代の人がたくさん聞いてられます、見てられます、はい、その人方にやっぱり夢を持って、それもっともっと、ね、大きく大きく楽しく、それが先でございますね、はいはい、それではお聞きくださいませ。陣のぼるのというよりも神田茂雄の夢を持て。人生は山あり谷もあり、いりゃこそ花も咲く、つらい苦労もわかる、つらい涙もわかる、負けるなよ転ぶなよ、夢を持って大きい夢小さい夢、夢はいろいろあるけれど夢は大切だよ。月からスターチャンネル、そろそろお別れの時間ですが、今週はダイヤモンドのコーナーで磨くというお話をね、専務にしてもらいましたが、仁、はい、さん、歌の方の個性を磨くっていうことも大切ですよね。とっても大切です ね、 ね、はい、むしろみんなの真似をするよりも自分の個性をどう作っていくかっていうのは大事じゃないですか。大事です ね、 ね、またそんなところも共に勉強していきたいと思います。月からスターチャンネル、今週はこの辺でお別れすることにしましょう。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
ずについてきた。ひたすら信じてついてきた。これからの人生を